はい、青春踏み切り青葉です。今回はウィンダンシーの T シャツの方をレビューしてみたいと思います。こちらのウィンダンシーというブランドなんですが、昨年の2018年にグランドキャニオンの熊谷隆さんがプロデュースしたブランドとなります。非常に人気が高くなっているので、こちらの1着は名古屋のセレクトショップの方で購入したんですが、6000円ちょっとですね、6264円で購入しました。では早速見ていきましょう。まずこちらですね、赤を今回買ったんですが、胸にね C とね大きくねプリントされているのがわかるかと思います。タグはこんな感じですね、ウィンダンシーと入っています。ちょっと中の方開けてみてみましょう。胸元に大きくシート入っているんですが、これが非常にインパクトが強くて、まあ、知っている方だとね、もうパッと見ただけでもすぐ分かるので、やはりねこうやってブランドロゴをここまで大きく大胆に施している T シャツというのも珍しいんですが、一応ウィンダンシーのこれがスタンダードな感じというかね、定番モデルの一着となるので1枚は持ってていいのかなと思って購入しました。バッグはこんな感じですね。バッグにも大きくブランドロゴが施されています。でこちらカラーバリエーションがね、確か5、6色結構ね多めにカラー展開されているんですが、自分はレッドを買ったんですがね、パープルと迷いました。パープルの場合ね、このねロゴのねプリントの方が結構ねモコモコっとしたようなプリントで、赤の方は通常のプリントといった感じだったんですが、紫ねパープルに限ってちょっとモコっと膨らんだような感じのプリントになっていて、それがね印象的でちょっとパープルと迷ったんですが、でこちらの T シャツなんですが、木村拓哉さんがね着用されたということもあって、やはりね人気が高くなっているのもそういった理由の一つなんじゃないかなと思います。またその時ね着ていたカラーも赤だったので自分も迷ったんですが、まあ、赤の T シャツで、ね、1枚持ってなかったので、まあ1着はね赤の T シャツ持っててもいいんじゃないかなという感じで、やはりねスタンダードなねこちらウィンダンシーの最もねポピュラーなデザインになっているので、やはりこれからねウィンダンシーというブランドね、もっともっとね目にしたり耳にすることが多くなってくるブランドなんじゃないかなと思うので、特にねこの一番ねポピュラーなタイプといいますかね、ブランドロゴをね大きくあしらっているので、こういった形でさまざまなねブランドとコラボもねし始めているので、やはりそういう定番のモデルというのは一着は抑えていたいのかなという感じで、今回購入してみてレビューをしてみました。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。